時間になりましたのでですね、これから少しですけど模擬講義というものを始めさせていただきたいと思います。すいません、スライドが2つに分かれててちょっとやりづらいんですが、今日明日ですけども、同じ内容を明日も話しますが、農大のですね、オホーツク、ね、網走市にありますキャンパスから来ました。今アクアバイ学科と呼んでますけども、次年度から海洋水産学科という名前に変更になりますけども、そこの塩本です。よろしくお願いします。今日はですね、私の、専門がですね、あまり生き物ではないんですけども、ここにありますようにですね、オホーツク海っていうのは、非常に豊かな海だとよく言われます。世界のね、三大漁場とか四大漁場の一つだってよく言われるんだけど、豊かって何なのかとかっていうのをね、考えた時に、おそらく多分ですけど、海で豊かっていうと、たくさん魚が取れて、たくさんなんかお金が儲かるんじゃないかと、ちょっと下世話な話かもしれないけど、じゃあたくさん魚が取れて、たくさん本当に魚って取れてたくさん儲かってるのかということから少しですね、お話をして、じゃあそういうもし海であるならばどんな海なんだろうかというのをですね、考えてみたいと思います。僕どちらかというとですね、プランクトンの方が少し専門で、プランクトンから考えた時に、じゃあどうしてたくさん魚が取れるんだろうかっていうのをね、今日、30分なんであんまり深入りはできませんけども、ごく簡単に話をしたいと思います。こちらのですね、スライド、これはですね、今のこのちょうど今の時期のですね、私どものオホーツクのキャンパスのですね、建物に向かうところの道路になってます。来られた方もいるかもしれませんけど、今非常に、周りはですね、緑一色です。で、こういう道を通って、こちらが、オホーツクのキャンパスのビルになりますけども、こちらの方に来ていただいて勉強しているということになります。さて、このオホーツクっていう海ですけども、オホーツク海と、皆さんご存知のようにですね、日本のですね、北東部っていうんですかね、日本が私であれば、右手、斜め横ぐらいのところにあります。ちょっと、見づらいんですけども、例えば、これオホーツク海ですね。ここに北海道があります。で、オホーツク海です。で、オホーツク海っていうのは、皆さんよくご存知のようにですね、ひょっとしたら地理の時間で習われたかも分かりませんが、大陸ですね、それからこのカムチャッカ半島、それから千島列島というふうに、陸地とかですね、島によってこういうふうに囲まれた、そういう海です。こんな海ですね、たくさんあります。この下の日本海もそうです。で、もっと下の方に、今ちょっといろいろきな臭い場所ですけど、東シナ海ですとか、もっときな臭くて南シナ海っていう海がありますけれども、あれもみんな一緒で、基本的には大陸と、島によって囲まれてます。で、こういう海をですね、沿海っていうふうに言います。で、オホーツクも沿海の一つです。で、オホーツク海っていうのは、皆さんご存知のように、ここオホーツクですね。で、こちらが太平洋です。だから千島列島、残念ながら日本の、国土ではありませんけども、この千島列島を隔てて、こっちが太平洋ですね。で、こちらサハリンと北海道を隔てて、こっちは日本海になります。で、このオホーツク海ですけども、どれぐらいの広さがあるかというとですね、ここに書いてます、153万平方キロメートルという、広さがあります。これは日本の我が国国土のですね、大体4倍ぐらいですね、4倍も広い、そういう海です。で、今日話はしませんけど、皆さん、オホーツクというと流氷をですね、思い出される方もいるかもしれませんが、実はこのオホーツク海っていうのは、冬になりますと、海が凍ります。で、流氷というものがですね、流れてくるわけですけれども、大体平均しますと、この海のですね、8割方が凍ります。8割です。日本の国土の4倍のある海の8割が冬になると凍っちゃいます。すごいですね。大体ですね、そうですね、10月ぐらいからポチポチと凍り始めます。この辺りから凍ります。実はこの辺からですね、シベリアというですね、ロシアの北の方からものすごい冷たい風が10月ぐらいから吹いてきて、その風のおかげで、だいたいこの、向かって左上の辺りですね、この辺りからポチポチと凍り始めます。
で当然ですが凍った氷の厚さというのはですね、まあ数メートルぐらいになる場合もあります。で、面白いことにこの辺ですね、凍ってもこの千島列島のこの辺りはですね、ここですね、この辺りは凍りません。まあ、大体8割ぐらい凍ると思ってます。で、最近ただこの流氷がですね、まあ、あまり、来なくなった、まあ、海が凍らなくなったっていう話もあります。でその話はちょっとすみません、今日はできないんですけどね。で、ちょっと見づらいんですが、これ、オホーツクのですね、色で、水深を色で、示しています。下のちょっとちっちゃな図で申し訳ないんですけどね、この色は水深を示しています。白いところが浅くて、まあ、色が濃くなると深い海です。だからオホーツク海っていうのはこの北の方ですね、まあ、ロシアの領海になりますけど、この北の方は非常に浅くて、いわゆる大陸棚のような海です。そしてどん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 あの真ん中の方に来ますと、だいたい1000メートルから1500メートルぐらいあります。でもっと南に来ると3000メートル以上あります。そんな海です。だ北が浅くて南に来れば来るほど深い海なんですが、まあ平均するとですね、まあ、平均はあんま意味がないかもしれませんが、800メートルちょっとの海が、まあ、オホーツクです。で海全体の平均の水深はですね、だいたい3800メートルありますから、まあ、それを考えるとまあ浅い方かもわからないですね。でさて、このオホーツク海なんですが、オホーツク海のですね、まあ、特に日本の沿岸を今日中心にお話をしますが、まあ、オホーツク海というと今話をしたように流氷も来るような非常に冷たい海をですね、すぐ想像されるんですが、実はオホーツク海の中でも日本のこの北海道沿岸域だけはちょっとここに書いてますが、宗谷暖流とですね、暖かい流れが流れております。ひょっとしたら地位の時間になられた方もいらっしゃるかもしれませんね。で暖流ですから暖かいんです。暖かい、で、これ大体ですね、岸からここにちょっと書いてますけど40キロメートルあたりの幅で流れます。これが、ちょっとオホーツクの中でも特異的な場所ですね。実は日本のこの沿岸域っていうのはオホーツクの中でも唯一暖流が流れている場所なんですね。でこの暖流元を正せばどこから来たかというとですね、ちょっとこのこちらのこの図を見ていただきたいんですけども、まあ、皆さんあの暖流というと日本の太平洋を流れている、黒潮、まあ、これが一番ね、有名だと思います。で実は北海道の沿岸を流れているこの宗谷暖流っていうのは元を正せば黒潮と同じです。でさっきも話しましたけど、ここに東シナ海っていうのがあります。で東シナ海からこう黒あの太平洋の方に流れたのは黒潮です。でこの元々は同じなんですけども、日本海に入った流れもありまして、これ対馬暖流と言います。これですね、対馬暖流と言います。でこの対馬暖流が北海道のこの先っちょ、宗谷岬って言いますけど、これを回ってオホーツクに入ってきた流れ、これが宗谷暖流なんですね。まあ、だからまあ元を倒すと黒潮と同じです。まあ、当然流れてる間にだいぶ水の質は変わってますけどね。でこの暖流がですね、実は年がら年中流れてるわけではないんですね。ちょうど春の時期、暖かくなる時期からですね、冷たくなる、まあ、11月ぐらいまで暖流系の水が流れます。でその冷たい時期になるとまた別のですね、水が流れたりします。これちょっと書いてますが、東から太海流というですね、まあ、こういう冷たい寒流系の水が、流れることになります。で今日は特にこの、宗谷暖流というですね、暖かい時期に流れている、まあ、暖流の中心にお話を少ししたいなと思ってます。でさて、まあ、今話をしましたけども、オホーツクっていうのは冷たい海なんですけども、オホーツクの北海道沿岸域は暖かい時期だけを考えると暖流が流れます。でじゃあこの暖流が流れている、時期のですね、じゃあ北海道のオホーツクの沿岸、まあ、どれぐらいの漁業生産力があるのかっていうのを見てみたいと思います。オホーツクの沿岸というとですね、まあ、どの辺りをオホーツクの沿岸というかというと、これを北海道があります。で北海道の大体この辺にあるサルフツっていうあの村があるんですけど、この辺りから、ちょこっと出てるこれ知床半島ですね。知床半島、この辺りまでを我々はオホーツクと呼んでます。でここでの、まあ、年間のですね、漁業生産量というのは、まあ、上に書いてます。養殖も全て含めてですけども、まあ、ざっと、まあ、28万ちょっとぐらいあります。28万トンちょっとぐらいあります。でこの量は、日本のですね、我が国の漁業生産量のどれ何パーセントを占めているかというと、
まあ、大体 6% ぐらいをします。 6% です。 6% ですね。ただ金額にすると840億円ぐらいありまして、これを日本のパーセンテージで示すと 5% です。だからオホーツク海の漁業、豊かだと言われているオホーツクの漁業というのは、まあ、日本のですね 5%、6% を占めている、まあ、そういう海だと思ってください、日本の漁業のね。でじゃあここにいる漁業者ってどれぐらいいるかというと、今日本の漁業者っていうのはだいたいざっと17万人ぐらいいると言われています。まあアルバイトを除きますけどね。で漁業者っていうのはだいたい15歳以上の方で、まあそれなりにちゃんと正規のですね、まあ、漁業に従事している方を、まあ、漁業者といいます。ざっと17万人ぐらいいまして、まあ、オホーツクの界隈に何人ぐらいいるかって、これに書いたら2000人です。だからまあ日本の漁業者のですね、オホーツクにはですね 1%、 1% の漁業者がいて漁業活動を行っています。でその 1% の人が日本の漁業の 5% から 6% を弾き出していると、まあ、そういうふうに思ってます。結構な量です。まあ、平均の大体ざっと考えると5倍ぐらいのですね漁業生産を一人で上げているということになります。これはすごいことだと思いますね。でもうちょっとこの豊かな海オホーツクを見ていく上で、じゃあ一人当たりね、どれぐらいの漁業生産上げているのか、あるいはいくら儲けているのかというのをちょっと見てみましょう。ちょっとこれ見づらい表かもしれませんが、まず生産量、これは一人当たり年間何トンぐらいの魚を取っているかということですね。まあ、養殖も含めます。で日本全体で言いますと1人当たり28トンです。でこれに対してオホーツクっていうのは143ですね、5倍ぐらいあります。で北海道は、高くて、まあ、67ですけど、オホーツクはその北海道の平均のですね、まあ、2倍はあります。すごいです。1人当たりの量を見ると、まあ、北海道の2倍ぐらいですね。だからオホーツクの漁業者っていうのは生産量で見ると日本の平均の5倍取ってます。で北海道の、まあ、漁業大国と言われてますけども、北海道の2倍は取ってると。でこれをお金に直してみます。お金に直してみますと、これはですね1人当たり何百万円、生産額があるかということです。この中には残念ながら必要経費も含みますから、ここから必要経費を引かなきゃいけないんですけども、今の日本の漁業者って1人当たりどれぐらいの、まあ、お金を儲けてるかというと、900万ちょっとです。1人当たり900万、これ養殖業も全部含めてです。でこれに対して北海道は2000万ぐらいあります。だから倍ぐらい。ところがもっとすごいのはオホーツクです。4000万を超してます。これはすごいですね。平均で4000万です。こんな、要は魚を取って4000万の世界がオホーツクですね。これはもう豊かだどころじゃないですね。もう超豊かな、まあ、超お金持ちの漁業者ばっかりいるような、まあ、そんな海なんですね。これが実はオホーツクの海だと、まあ、簡単に思ってください。だからこれが豊かさのですね、まあ、根源になるのかなと思ってます。まあ、ただね、今はこうなんですが、ただこれから未来永劫続くかどうか、その保証はどこにもありません。まあ、その一つの、まあ、陰りといったら怒られちゃうかもしれませんけども、今話をした4000万のですね、大体 80% は一体なんで、これだけのものを上げてるかっていうと、ホタテ貝とサケです。で、この2つの魚種で、4000万の世界ですね、大体ね。まあ、昔の植民地じゃないですけども、植民地はモノカルチャーといって、一つのもので、植民地 の, 漁あの経済に成り立ってましたけど、オホーツクは漁業は2つのものです。で今話をした酒とですね、それからホタテ貝がもし潰れたら、おそらくここの漁業は終わりですね。でこの2つの、まあ、生物、まあ、共通点はいろいろあるんですけど、一つはやっぱりどちらかというと、まあ、皆さんご存知のように寒いところが好きな生き物です。あまり沖縄に酒もホタテもいないですね。やっぱ寒いところが好きで、で暖かくなるとホタテも酒もあまり取れなくなります。だから今昨今温暖化の影響とよく言われています。まあ、温暖化が起こるかどうかってなかなか難しくて、またその原因は人間のせいなのか自然の摂理なのか分かりませんけど、まあ、確かにちょっとずつ変わってるのは確かです。今やっぱり調べてみますと、少しずつ、まあ、海は変わってます。で実は鮭の漁獲量もですね、今日は示しませんけど、少しずつ少なくなってるとは言われています。ただ面白いことに漁獲量は少なくなっても、まあ、皆さんご存知のように単価が高くなれば、売り値が高くなれば儲かるんです。で実は今のですね、オホーツクの漁業というのは少しずつ取れる量は少ないんですけども、
単価が非常に高いので儲かっているところがあります。ただやはり未来永劫そういうことは続かない可能性がありますので、じゃあこれからどうするかということも考えなきゃいけません。これはちょっと今日の課題ではないんですけど、それは若い皆さん方にですね、ぜひ来ていただいて日本の漁業を守っていく上でオホーツクはやっぱりとても大事なところだと思いますので、ぜひサケやホタテをですね考えてほしいなと思ってます。でさて、じゃあこんなたくさん儲かるところ、当然その儲かる仕組みが絶対あるはずですね。その仕組みはどんな仕組みかというと、これは人間の作った仕組みではないです。なぜかというと、オホーツクの漁業って基本的には人間はほとんど手を加えてません。せいぜい鮭を放流しているぐらいです。あとホタテをの赤ちゃんをですね、海の中に入れてるだけです。で餌は全部、自然です。ホタテ貝も養殖してますけど、基本的にはこれぐらいの稚貝っていうのを作って、あとばらまいて、あとはみんな自然の餌なんですね。で鮭は養殖はしてなくて、鮭は放流です。だいたい北海道というのはですね、全体で今10億尾ぐらい放流します。日本全体で今17億尾ぐらい放流するんですね。でオホーツクですとだいたい2億尾ぐらい、毎年こうやってこんなちっちゃな1センチぐらいの鮭の赤ちゃんを放流します。そうすると 4,5 年すると帰ってきます。帰ってくる割合は 5%6% ですけども、それで、放流した後はもう自然任せです。だからいかに豊かな海があるかということですね。でそれで、今日はあまり時間がないんでゆっくり話ができないかもしれませんが、その豊かさの根源っていったらどこにあるのかなっていうのをちょっと考えてみたいと思います。これは皆さん、陸にもありますけども、海の中の生態系です。要は、海の中も陸もそうですけど、生き物っていうのはお互い食ったり食われたりしてつながっております。で、海の中はですね、どんな食ったり食われたりしてる、そんなつながりがあるかというと、一番、食われる大元にあるのが、陸と一緒で植物です。植物、ただし、海の場合はプランクトンといってですね、目に見えないちっちゃな植物です。で残念ながらプランクトンというのはすぐ我々、小さな生き物をイメージしますが、プランクトンというのは後でも出てきますけども、プランクトンというのは大きさではありません。でっかいクラゲもプランクトンです。プランクトンというのはとにかく浮いてればプランクトンです。ある意味人間もフラフラしてるとプランクトンかも分かりません。そういうあれですね、だからプランクトンは大きさではないんですね。でただし海の植物、プランクトンと呼ばれている植物ですけど、これは非常に小さくて目に見えません。100万分の1メートルとか100万分のっていうですね、非常に小さな生き物です。これはなぜこんな小さくなったかっていうのはいろいろ意味があるんですけど、ちょっと今日は話が長くなるんでできませんけども、ちゃんと意味があってこんなちっちゃくなっています。で海の植物といいますと、すぐ我々昆布とかワカメとかでっかいのを思い出しますが、あれはですね、海全体の植物のわずか 10% ぐらいしかいません。 90% は、こう目に見えないちっちゃなちっちゃなプランクトンです。でそのちっちゃなちっちゃな植物プランクトンをちっちゃな動物であります動物プランクトンが食べます。でこいつらが実は直接ですね、魚が食べれる餌になります。だから動物プランクトンというのは実は魚が食べれる餌になるわけですね。だからで、それがどん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 と食べられていって大きなマグロになったり、あるいはアザラシや、海鳥ですね、なんかにつながっていくということになります。でこの海の、生態系を考える上ではプランクトンというのはとても大事で、その大元が植物プランクトンです。ということは当然ですが、さっき話をしましたオホーツク海っていうのは、たくさん魚が多分取れるだろう。そうすると当然ですが、それを支えているこういう植物プランクトンも、たくさん魚が取れるような、そんな植物プランクトンがいるんじゃないかというふうなことが考えられるわけですね。でところが残念ながらその海のですね、仕組みといいますか、植物プランクトンとか動物プランクトンも含めてですが、オホーツク海の海というのはほとんど調べられていません。でなぜ調べられてないかというと、とても簡単です。日本のですね、一番端っこにあるんで誰も調査に来てくれなかったんですね。でそれで、農大ができて、農大のですね、オホーツクのキャンパスができて30年経ちます。でその後しばらくしてから、うちの今度海洋水産学科っていう名前が変わるんですけども、できました。今から10年前にできました。
で10年前にできて、ようやくそこから本格的にオホーツクのその豊かさを支えるプランクトンの調査が本格的に始まりました。でまだ10年経ちました。ただ10年経ってもなかなかたくさんちゃんとしたデータが集まらないところがあります。今日はそのほんの一部だけをですねご紹介して終わりたいと思います。少し分かってきました。でさてこのプランクトンはさっきも話しました、ちっちゃなものではなくてぷかぷかと浮いてるものをプランクトンと言います。ここに書いています。日本語で浮遊生物と言いまして、とにかく大きさではなくて漂っていればプランクトンです。で、この、これは生物をですねいろんな、分け方があります。例えば犬とか猫とか人とかって分け方もありますけど、それの分け方とはちょっと違いまして、犬とか猫とか人間とかって分けようと思ったら顔形とか、今は遺伝子なんかで分けますが、そういう分類とは違う分け方です。プランクトンっていうのは水の中でどうやって生活してるのか、泳いでるのか浮いてるのか、貝のようにぺちゃっとくっついてるのかと、そういう生活様式で分けた言葉が実はプランクトンなんです。だから大きくても浮いてればプランクトンです。でプランクトンにはですね一応植物と動物がいます。で今日は、この植物の話をちょっとしたいと思います。で植物プランクトンにもいろんな種類がありますが、オホーツク海ではやはり、非常に大事なのはここに書いてます、珪藻類という植物プランクトンです。これはですね窓ガラスと一緒のいわゆるガラスの殻を持ってます。要はガラスの殻があってちっちゃい殻なんです。その中に植物といいますか細胞が入っていると思ってます。すごいですね。ガラスの殻を持っています。それが実はオホーツクにたくさんいて、そいつらがたくさんいるおかげで、動物プランクトンが増えます。ここに書いてますけど、動物プランクトンが増えて、そして、魚が増える。そんな仕組みがどうもあるみたいです。でさて、海の中には今話をしたように、いろんな、生態系があります。例えば外洋域、深い海。それから大陸棚といって、陸からちょっと離れた100メートル、200メートルの海、それからもう一つ、皆さんあまり言葉聞かれたことないかもしれません、湧昇域っていうのは、湧昇域っていうのは、これも浅い海によくできるんですけれども、下の深いところの水が上がってくるような場所があります。実は深いところには、植物プランクトンが育つために必要なたくさんの栄養分が含まれています。で、そういう下の深いところの植物プランクトンが増えるために必要な栄養分が上がってくるところを湧昇域と言います。これよく沿岸近くにできるんですけどね。でそういうふうに例えば3つに大きな海の中のですね生態系を見てみますと、外洋域っていうのは比較的植物プランクトンの中でも小さな植物プランクトンからこう始まって、で大きな魚に変わってきます。でこの時に例えば、食うもの食われるものを見てみると、この植物プランクトンから始まりまして、1つ2つ3つ4つ5つ目ぐらいになってようやくでっかい魚になってます。でこれ一個一個のことを栄養段階っていうんですけども、見たら分かりますが、1つずつ栄養段階上がっていくとサイズがボンボンボンと大きくなります。で最初は目に見えないちっちゃなものが最後は我々が食べれる大きな魚になるんですね。で大陸棚っていうところはこの外洋域に比べてちょっと栄養状態のいいところです。でちょっと栄養状態のいいところはちょっと大きめの植物プランクトンです。植物プランクトンって小さいんですけど、実は、小さいなりにも大きいのとちょっと小さい大きいのとか小さいのがいると思ってください。でちょっと小ぶりのやつがいるんですね。で小ぶりのやつがいると1つ2つ3つぐらいで大きな魚になります。でさらに湧昇域といって栄養状態がいいところは1つで大きくなったり1つ2つで大きくなったりするというふうに、植物プランクトンの種類だけではなくて実は大きさですね、ちっちゃいんですよ。ちっちゃいんだけども、そのちっちゃい植物プランクトンの中にもいろんな大きさがあると思ってください。人間も大体みんな同じぐらいの大きさですけど、その中にも大きな人もいればちっちゃな人もいます。そんなイメージをしてください。そうするとその植物プランクトンの違いによって実はできてくる生態系、食う食われるの関係は違いますよっていうのは分かってきました。これはもう前から分かってるんですね。でさらに面白いことに、これ一つ一つですね、
食われる段階が上がっていきますとどうなるかというと、例えば植物プランクトンを食べる次のこのこれとですね、植物プランクトンの量を比較すると、実は右側にある生き物の方が左側の生き物の10分の1ぐらい の量しかないんですね。だからどん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 こっちの大きな魚に向かっていくと、この量が10分の1と減っていくということが分かってます。これはもう教科書に載ってるんです。そうすると、上のような栄養状態のあまりよろしくないこういう外海ですと、魚まで行くのにたくさんこう、生物がいますから、10分の1がどん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 つながっていって、ここまで行くと10万分の1になっちゃいます。ところが有床域のような比較的栄養状態のいいところって、例えばこれですと10分の1、こっちですと100分の1です。ということはどういうことかというと、栄養状態がいいところというのは比較的大きな植物プランクトンがいて、すぐに大きな生物に生き物になるんで、目減りする量が少なくなる。ということはそうなんですね、大きな植物プランクトンから始まった方がたくさん魚のようなものを養うことができる。そういうふうなことが一応これはもう教科書に載ってる、言われてるんです。でこの理屈を今度は、オホーツクの海に当てはめてみようと思います。そうしますとどういうことが言えるかというと、まあ、当然ですけども、オホーツクの海っていうのは豊かです。だからたくさん魚がいるということは、出発点にいる植物プランクトンはそうなんです、大きなものがいるんじゃないかなと、まあ、そんな予想ができるわけです。でそれで大きな植物プランクトンがいるかどうかっていうのをちょっと調べた結果をこれからお見せしたいと思います。ちょっと時間が来ちゃったんで申し訳ないんですがね。でどうやって調べたかと言いますと、調べた場所は網走の沖です。これ今からですね、5年ぐらい前から調べてます。5、6年ぐらい前から調べてようやく少し分かってきたんです。でこの植物プランクトンをですね、まあ、今話をした大きなものとか小さなものっていうんだけど、どうやって分けることができるかっていうと、分けることができます。皆さん物の大きさを分けるときにふるいって使いますよね。ふるいで普通皆さんが使うふるいって、まあ当然大きいですけど、この目のちっちゃな、ものすごくちっちゃなふるいって実はあるんですね。でそのちっちゃなふるいを使ってプランクトンをですね、私たちは今3つの種類に分けています。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、10マイクロメートルって、マイクロっていうのは100万分の1です。で、2から10、2以下と、でそれぞれ10以上の大きなもの、これは基本的にほとんどが珪藻類って言われてるやつです。それから2から10、これ中型です。で2以下のもの、これは卵藻類って言われてるのが多いんですけど、まあ、そんなのがいます。でそいつらに分けて量を調べました。で普通プランクトンの量ってどうやって調べるかっていうと、顕微鏡で数えますけど、顕微鏡で数えるのはとても大変です。僕実は顕微鏡でプランクトン見えません。じゃあどうやって調べるかっていうと、ここに書いてますが、植物プランクトンっては植物ですから色素を持っています。で全ての植物はクロロフィル A という色素を持っています。これはどんな植物でも持っています。それでこの色素の量を調べると量が分かるんですね。でこれとっても簡単です。皆さんも今から例えば30分だけ練習をすると誰でも測れます。とても簡単な方法です。でこの方法で測りました。測って見てみたんですね。ちょっと古いデータですけど、横がこっちが2011年、こっちが2012年です。で色に分けてます。縦軸が、その、クロフィル割合です、量ですね。で横軸が、月日です。ちょっと見づらいかもしれません。で青いのが大きな植物プランクトンの割合で、レンガ色が中型です。で黄緑が小型です。で見ていただきたいのはこの矢印ですね。ちょっと見づらいかもしれない。宗谷暖流って書いてますね。これがあったかい時、今流れてる時の状態です。そうしますと、まあ、見ていただくと分かりますけども、青いのがやっぱり多いですね。青いのが多いです。こうやってね、青いのが多いですね。だから何が分かってきたかというと、まあ、100% まだはっきり分からないところがあるんだけど、オホーツクの沿岸域というのは、今このあったかい時期宗谷暖流というのが流れてますが、ここにいる植物プランクトンは比較的でっかいのがいるというのが分かりました。でっかいのがいるということは、たくさん魚を養うことができる海だということが分かったんです。これは農大のやってきた仕事の一つです、我々の。でところがですね、だから
豊かさにつながるっていうのは分かったんです。プランクトンは豊かさにつながるって分かったんだけど、すいませんちょっと時間がもうあんまりなくなっちゃって申し訳ないんだけど、実はこの大きな植物プランクトン、さっきもちょっと言ったんで覚えてる人もいるかもしれませんけども、この大きな植物プランクトンがたくさん育つためにはどういう海が必要かというと、実は栄養分がたくさんないと実は大きなの育たないんです。まあ、人間もなんとなくそうですよね。生き物ってたくさん栄養分がないと大きくなりませんよね。だけどもそうなんですね。この宗谷暖流っていうのはじゃあ栄養分が多いかっていうと、もともとは黒潮なんです。で黒潮っていう海はあんまり栄養分がないんですね。でじゃあ宗谷の、まあ、の栄養分はどうですかっていうと、あんまり調べてられてはないんですけども、昔の結果とそれから我々も実際調査をしてます。でこれは私どもの結果ではないですけども、ある人が調べた結果です。これなんかいっぱい書いてますけど、この数字が栄養分の量だと思ってください。これ窒素とかリンとかって書いてますが、そうしますと、黒潮は 0.1 とか 0.04 って書いてますね。で、宗谷暖流、今、調べてるのはこの宗谷ですけど、見ていただくと分かりますけど、実は、この宗谷暖流と黒潮ってあんまり変わりません。で真ん中のオホーツク海中央部の表層水って書いてますね。これはどちらかというと、冷たい海にあのですね、中の栄養分の量です。そうしますと、一目瞭然なのは低いです。低いのともう一つ、特に何が低いかというと窒素が低いんですね。リンはあんまり低くないんだけども、窒素は一桁低いです。だから我々の体も窒素とかリンとかいろんな成分がいりますけど、海の中の植物も当然同じような成分が必要です。その時にその海の中の肥料あの栄養分を見た時に特に窒素が足らないんですね。だからめちゃくちゃ少ないんです。少ないけども本当は少ないとこっていうのは大きな植物プランクトン育たないんだけども、どうも調べてみるといるということが分かりました。だこの2つに実はうまくつながりが今ないんですね。だから大きな植物プランクトンがいるということはたくさん魚を養えるんだけど、そのためには窒素やリンもたくさんなきゃいけないんだけど、ほぼ何もない状態なんですね。じゃあどうして大きなのがいるのか、これが今一番分かんないところです。これが分かったらおそらくさっき話をした1人4000万の仕組みが分かってくると思います。そんな話であります。ぜひですね、まだよく分かってないところがあるんですけども、その仕組みが分かるとなぜたくさん魚が取れるのか、あるいはなぜいろんな生き物がいるのかっていうのが分かってくるんじゃないかと思ってます。でこれは、一番最初に出したのは今の、暖かい時期のキャンパスです。これは真冬のキャンパスでございます。ちょっと最後の方ですね、バタバタっと終わっちゃいますけども、以上でございます。今日はどうもご清聴ありがとうございました。冬こういう場所でございます。ぜひ、お待ち申し上げておりますんで、マイナス15度ぐらいにはなります。ただまだ暖かいですね。北見に行くとマイナス20度ぐらいです。海のそばは暖かいです。それじゃ あの皆さんがぜひ来ていただけることを願いまして、今日はあまり大した話はできませんでしたけども、少し仕組みが分かってきたということだけちょっと頭に入れて、お帰りいただければと思います。今日はどうもありがとうございます。以上です。